はい、こんにちは、かおです。今日は豚バラときゅうりの香味炒めを作ります。まずきゅうりを1本用意して、この端っこを切り落とします。で、まずきゅうりを縦に半分に切ります。で、半分になったら、斜めに5ミリぐらいに切っていきます。で、こんな感じで漬物みたいな感じで全部切りました。で、切り終わったらボウルに入れて、で、塩をこう少々入れて揉み込んでおきます。これで水気を出します。で、次はこの豚バラを 150g ぐらい用意します。で、豚バラはすごい長いので、適当に5センチぐらい、10センチぐらい、適当に切っていきます。で、切ったお肉をボウルに入れて調味料を入れていきます。すりおろし生姜5センチくらい、適当に。生ニンニクのすりおろし、これも5センチくらいで、お砂糖が大さじ1/2、いりごまも大さじ1/2、お酒も大さじ1/2、ごま油大さじ1/2、醤油大さじ1を入れて手でよく揉み込みます。豚バラが結構くっついちゃってるので、全体になじむようによく混ぜます。で、こんな感じで下準備ができました。で、水気が出たきゅうりはこうやってキッチンペーパーでよく水気を取っておきます。こんな感じで水気が取れました。で、炒めていきます。フライパンを中火ぐらいで温めて、ごま油をこんな感じでちょっと入れます。で、お肉を入れて炒めます。こんがりちょっと焼き色がつくぐらいまでしっかり炒めていきます。で、こんな感じでちょっと焦げ目がつく感じで炒められたら、きゅうりを入れてさらにさっと炒めます。で、なんとなくきゅうりにも油が回ったら、お酢をちょっと入れて酸味を飛ばすように炒めたら出来上がりです。こんな感じで、きゅうりにもさっと火が入って出来上がりました。豚バラときゅうりだけで簡単にできるので、甘辛くて美味しくておすすめです。やっぱりいつでも美味しいきゅうりと、何でも美味しい豚バラで作る炒め物は最高だなって思いました。美味しくいただきました。では今日も最後まで見ていただきありがとうございました。他の動画もぜひ見てください。さようなら。